上田さん、急にすまない。その DNA 鑑定の結果が出たんだ。いや、それが。届いた書類にはね、兄弟の可能性はないと書かれていて。私も正直混乱していて、母が父の遺髪を持っていたはずなんだ。それでもう一度鑑定してもらうしかない。あ、母にとって大切なものだし、ちゃんと事情を話そうと思う。それに、うすうす母は君がカナさんの娘だと気づいている気がするんだ。気持ちはありがたいが、真実を知って母が君に何を言うかわからない。だから君は。傷つくかもしれないよ。わかった。一緒に母のところへ行こう。あら、あなた、前にもうちに来てくれていたお嬢さんね。上田、そう、誰かに似てると思ったら、かなさんに似てるんだわ。母さん、彼女は俺の教え子なんだ。ほら、熱心に俺の講義を聞いてくれてる子がいるって何回か話したことがあっただろ。ええ、覚えているわ。不思議な巡り合わせね。栄一郎があのカナさんの子供と出会うなんて。母さん、いいの、こういう形でなくとも。いずれちゃんと話さなきゃいけないとは思っていたのよ。栄一郎ももう大人だもの。知りたいのはお父さんのことでしょ。ああ、俺は彼女から話を聞いて、父さんが彼女の父親で俺とも血がつながっていると思ったんだ。でも違っていた。母さんは何か知っているのかい？ちょっと待っていてちょうだい。栄一郎、これは誠司さんの書斎の引き出しの鍵よ。鍵がかかっていたところがあったでしょ。ああ、あの鍵、母さんが持っていたのか。誠司さんが亡くなる間際に渡されたの。引き出しの中には彼の手記と手紙が入っていたわ。一通は私宛て、もう一通はかなさん宛ての手紙よ。ええ、カナさんの居場所がわからなくてずっとしまっていたの。
娘であるあなたには見る権利があるわ。誠司さんもきっとそれを望んでる。あなたに会えてよかった。父さんがこんなものを残していたなんて、これを読めば全てが明らかになるはずだ。心の準備はいいかい？この手記を私の愛する者に捧ぐ。私の命の灯火はあと少しで尽きようとしている。栄一郎が20歳になるのを見届けたかったが、それももはやかなわない。あの子には苦労をかけた。本来ならば私の口から真実を語るべきなのだろうが、こんな状態ではそれも難しい。そこでどこまで書けるかわからないが、私の身の上に起こった出来事を文字にすることにした。おそらくこれが私、浅木誠司が父親としてできる最後の仕事になるだろう。
そんな心配そうな顔をしなくても大丈夫だよ、上田さん。血がつながっていなくても、父は俺を愛してくれていた。俺の父が浅木誠司なのは、この先、一生変わらない。ああ、俺は父を尊敬していた。偉大な超えるべき壁だと思っていた。その通りの素晴らしい父親だったのが改めて分かったよ。しかしこの手記には君のことが書かれていなかった。もしかしたら彼女は、君のお母さんはきっと、その時にはもう。私は母宛ての手紙に目を通してみる。だから君はこれを。上田さん、あるよ、この手記冒頭に私の愛する者に捧ぐとあるだろ。父は君のことを知らないままこの世を去ったが、君も間違いなく父に愛されていた一人だ。俺たちは普通の家庭とは違っていたかもしれない。だけど愛情の形なんて人それぞれ違う。不器用だけれど、確かな愛があったからこそ、俺たちもこうして出会えたんだ。
君は無意識に我慢するところがあるけれど、泣きたい時には今みたいに泣いた方がいい。こっちには父の母に対する思いが綴られていたよ。最後まで父は母のことを心配していた。あと、俺を頼むと。君はこれからどうしたい？その、父たちの間にこういうことがあったことを知らないまま、私は君を好きになった。やはり、ちょっと気まずいということなら、このまま。ね、それは困る。あれ、なんだか脅迫されたような。やっぱり君は根っからのいい子なんだよ。悪巧みをするなら最後までやり遂げないと。それなら私が手本を見せようか。そう、じゃあ目を閉じて、まずはイメージしてみよう。君の想像通りのことかな。いや、疑いもせずに目を閉じてくれたのが可愛くて、つい。さすが父さんだ。息子のことをよくわかっている。君に手を出したのは、実は今ので二度目なのだけどね。眠っている君の頬にキスした。君が寝言で私の名前を呼んだり、無防備な姿を見せるから。嫌いになったかい？